吉宗評判記暴れん坊将軍。八代将軍吉宗は大奥に泊まることは稀であったという。この日も中奥の寝所で夜半まで政務を続けていた。この者に心当たりが？いや、上様の寝所近くまで忍び入るとは。くせ者は自らの顔を焼き、手がかりは何一つ残さず絶命。いずれにしても手だれの忍びの者かと思われます。敵ながら大した強者じゃ。しかし越前殿、改めて警備の強化をせねばなりませぬぞ。すでにその手配りはいたしました。半蔵、その方たちのせいではない。あまり気にするな。上様、それがしにお暇をいただきとう存じます。ほれ半蔵、何を言うか。上様、お願いでございます。お許しくださいませ。半蔵、その方一人であのくせ者を差し向けた黒幕の正体を暴くつもりか。よし、暇をやろう。上様。ただし、その脇差しは持って行け。俺はいつでも半蔵と一緒だ。ありがとうございます。行き先を確かめ、すぐに戻ってきてくれ。何事が起きようと手助けはならん。よいな。はい。上様、昨夜のくせ者、半蔵には心当たりがありそうだ。それを伏せて暇をくれというには、何か深い事情があるに違いない。頭。あ、今ね、お祭りの打ち合わせで行ってんだけど。あ、どうだい新さん、おいしいよ。そうだな。あ、
どんぶりあるかい？よっしゃ、うまそうだな。お願い。こいつはね、精が効くんだよ、新さん。初期払いの薬だからね。頭はどうしてこんなうめえもん大嫌いなんだろうね。ねえ、頭になんか用かい？うん、祭りの様子はどうかを聞きたいと思ったな。そうか、ロスか。いや、久しぶりに頭に会いたいと思ったんだ。新さんの命を？本当ですか？これは天下の一大事ゆえ、他言はならんぞ。辰五郎、え、実はそのことで頼みがあるんだがの、その忍びの仲間がまだこの江戸に潜り込んでいるかもしれん。まあ越前殿の方も密かに探索は始めておるが、何しろ江戸は広いからの。それじゃあっしらに。忍びの者にも弱点はある。どんな格好をしていても人並み外れた体と足、鋭い目、よく聞こえる耳を持っておる。そこを逆に注意すれば、素人にも見分けられるかもしれぬと思うてな。ことに火消しの若い衆は勘が良いからの。なるほど、そいつは面白いや。火消しと忍びの知恵比べか。いいでしょう、大岡様に頼まれたことにして若者に表せましょう。一の玄太に間違いないのか？間違いない奴だ。この里にはお前も知っての通り、代々尾張家に密かに通じている者がいる。その嫉妬は室田半左衛門。その腹心が一の玄太、二の玄太、三の玄太。この四人が10日ほど前から姿を消している。やっぱりそうか。それにしても室田殿が上様のお命を狙うとは。尾張大納言様の贅沢な暮らしぶりを上様は何度もご叱責なされたが、一向にお改めの様子もなく、上様をお恨みとか。まさか大納言様が直々刺客をということもあるまいが、家臣の中には上様のお命を狙う者も。半蔵、梢殿は潜伏院に預けられているぞ。潜伏院？会って行け。これが最後の別れになるかもしれん。大月様。梢殿、俺はすぐ江戸へ引っ返し、あなたの父上を抑えねばならん。一の玄太が江戸城中に現れた。では父上も江戸へ？江戸に潜伏するとなればどのあたりに？存じません。知っているとお思いでしょうか？大月様は父をお斬りになるのでしょう。上様のためなら何者とても容赦はなされないはず。梢殿、そんなことはできん。だから一刻も早く会って何としてもやめさせようと。無理でございます。それは大月様が一番ご存知のはず。大月様はあの時こうおっしゃいました。大月様、私を連れて逃げてください。ダメだ、お父上のお許しがない以上連れてはいけない。掟が許さないのだ、分かってくれ。嫌です、私を連れて逃げてください。お願いです。伊賀の里に生まれた以上掟を守らねばならん。許してくれ。大月様。
たとえ肉親といえども相対した時はこれを着る。それも伊賀者の掟でございましょう。小杖殿、父を助けようとなされば大月様が父に切られます。私は掟が憎うございます。あの花が見えます。あれは毎年あそこに二輪咲くのです。この池では一番きれい。人はなぜ殺し合い傷つけ合うのでしょうか。なぜ掟などがあるのでしょうか。小杖、お月様、会いたかった。会えばあなたを傷つけることは分かっていた。だが会いたかった。もう会えぬかもしれぬ。そう思うと許してくれ小杖。忍者なら石を投げりゃ避けますね。次な。忍者じゃねえよ。敵の孫もよく知れる。よくご覧せよ。この通り血が出る。だがお立ち合い慌てることはない。ちょっとお前ちゃん、あの人怪しいよ。たちまちのうちに血が止まるという不思議な力がある。これが人中高はガマの油の妙薬だよ。お立ち合い、忍者なら耳が利くそうだからね。語ってみようか。切れ字にイボジ、脱骨に脱腸、横根眼下さ、陰菌タムシ、水虫、やけどに霜焼け、何でも聞けよ。さあさあ、買った買った買った。おい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 、好き。はい、ありがとう、ありがとう。おい、お前今何つったんだよ。何も言わないよ。聞こえたぞ。好きだって言っただろ。言わないでないか。言ったじゃねえかよ。ごめんくださいまし。誰だ。へ、山芋を持ってまいりましたんで、おかみさんに頼まれたもんで。ああ、じゃあちょっとその辺置いといてくんねえか。銭は前金でいただきましたから。ところでお頭ですかい。あ、そうだよ。あ、そうですか。お頭は大岡様と仲良しだそうで。仲良しってほどじゃねえけどな。近頃お忙しそうで。そうだな。ここのところ物騒な連中が江戸へ潜り込んでっからな。ああ、大岡さんもお前。おう、おめえ俺に何聞きしてんだい。いやね、遠くからでもいいから一遍お顔が見てえと思っとるだよ。そう簡単には拝めねえぞ。そうですかい。じゃあ諦めるか。お邪魔しましただ。おい、ちょっと待ちな。え、これ持ってきな。いただきます。じゃあごめんなさいまし。
そうか。半蔵がそのような立場にあろうとは。辛かろうな。で、江戸へ戻ってきておるのか。はい。四谷の伊賀屋敷に一旦戻った様子でございます。上様、蛇の道は蛇でございますよ。半蔵は室田半左衛門の所在必ず突き止めましょう。しかし問題はその室田を使っておる尾張の黒幕。うん、そのような奴断じて許してはおけぬ。大納言の世になれば苦しむのは百姓衆や町人たちだ。金だけがこの世を支配することになる。俺はそのような企み断じて許してはおかん。わしじゃ、笹尾じゃ。どうじゃ、本蔵。江戸城の警備は増強され、潜入は困難かと存じます。本蔵、その方は代々尾張家の恩厚を受けてまいったはず。その尾張家が今よ、吉宗ごとき者のために窮地に陥っておるのだ。寸刻の余裕のないことは分かっておる。笹尾様、この犯罪命が惜しいなどとは。しかしながら時を選ばねばなりません。この十五日には上様は増上寺に参られまする。大岡様もご同道のはず。二人を同時に葬るためにはその時が最良かと存じます。で、その方策は。これでございます。おお、火薬か。はい。これを馬の背にくくりつけて上様の行列に。幕閣の方々、その大半は吹き飛ぶでしょう。よし、その時を待っておるぞ。機会は増上寺参詣の時しかありえない。半左衛門なら必ず火薬を使う。となればこの辺り。町奉行所の探索にもかかわらず、いまだに残党の手がかりはつかめません。上様、十五日のご参詣はおやめください。いや、中止はせぬ。上様。じい、俺は将軍だ。敵に後ろを見せることはできん。ただし万一のことがあるかもしれん。住民を巻き添えには。忠相、当日は沿道の者たちを立ち逃してくれ。は。やつら必ず下見に来る。梢のことをおそのから聞いたぞ。上様。室田半左衛門のこともな。話してくれんか。なんで反対をされたのだ。
小さい頃私は室田殿に可愛がられ忍びの術も教わったのです。しかし上様にお仕えしようと決心した時、室田殿は鬼になったのでございます。半蔵、もう一度聞く。どうしても上様に仕えるつもりか。江戸へ参るか。参ります。小杖殿を連れて参ります。それはならぬ。どうしても連れて参るというなら小杖はわしが成敗する。室田様、黙れ。今日からは敵と味方、わしに近づけば斬る。とっとと斬ろう。私はあの時初めて室田殿の気持ちを知りました。あの人の心には人の情けなどないのです。それが忍者だと知りました。半蔵は違うぞ。いえ、私も同じです。ではなぜ捕らえるという。なぜ半左衛門を斬ると言わんのだ。斬れんのだ。その方には半左衛門を斬ることはできん。私は小杖の父親を斬ることはその方にはできんのだ。それでいいではないか。半蔵が本物の忍者になれんのは人間の心があるからだ。半蔵、その方はすぐに伊賀に帰れ。上様、小杖を幸せにしてやれ。いいか半蔵、人の心に掟などないのだ。ましてや愛する者の心に掟などはあろうはずがない。帰ってやれ。なあ半蔵。上様。手を回したんだ。怖かったんだよね。だけど怪我がなくて本当によかったね。辰五郎、これ以上の詮索は江戸を焦土地獄に導くことになろう。世直しの者より。頭にじいが頼んだのか。まあ、なんて言いますか、その木の箱を背負っていたって。はい、でもこれくらいの木の箱を二つ。じいさん、もしかしたら火薬じゃ。うん、この文面からしてもあり得ることだ。で、寺の方は。近頃の抜け穴から逃げ出しまったんですよ。さすが伊賀者、これは手に負えませんな。頭、当分の間探索を打ち切ってくれ。この江戸の町を火の海にするわけにはいかんからな。小杖さん。そうですか。ではお父上を探しに参られたのですね。はい。お父上はなぜ江戸に。何か訳がおありのようですね。で、手がかりが。父の知り合いの者が芝の片門前町に住んでると聞いたことがございます。そこへ一度は訪ねるかと思いますが。
梢殿か。あなた様を。半蔵とは実行の者、徳田新之助と申す。では公儀の。ええ、そう考えてもらって結構です。父のことはもうすでに公儀の方々には分かっています。厳重な探索が行われています。捕まれば死罪ですね。今あなたが犯罪者に会うのは危険だ。伊賀者の掟では秘密を知った者は妻子でも切り捨てるということに。分かってます。でも半蔵はあなたに会いに伊賀の里に帰っていきましたよ。大月様が本当でございますか。半蔵にとってあなたはかけがえのない人らしい。大月様、父上を見捨てるのは情としてつらいでしょう。しかし半左衛門は毎日の時には江戸中に火を放すと言っている。父がそのようなことを。あるものに忠誠を尽くすために生きながらすでに野心を羅刹と化している。それが忍びの者、あなたにも分かっているはずだ。半蔵はそれを知っているからこそ鬼屋番をやめてあなたのもとに帰っていったのです。あなたは帰らなければいけない。半蔵が待っている。徳田様。加納様、私は伊賀には帰りません。帰らぬ。はい、この手で室田半左衛門を捕らえるまでは帰りません。私は上様にお仕えするために江戸に参り伊賀屋敷に入ったのでございます。そうであったな。上様はいつでも恵まれぬ人々のことを考えて政の大元になさっています。その上様を倒そうとする者、許すわけには参りません。しかし場合によれば室田を切らねばならなくなるぞ。やむを得ません。お前をお庭番にしたのはわしの間違いであったかな。いいえ。つらいぞ半蔵、耐えられるかな。わかりません。しかしやらなければなりません。それがお庭番の務めです。俺が半左衛門なら船番所を避けて潮溜めの堀を南へ向かう。増上寺の近くに潜入するには山の端から一旦海へ出る。それから古川を遡り片門前の河岸潜伏するとなればこの辺りしかあるまい。坊や、この近くで馬を飼ってるうちはないか。あるよ。山源でいう問屋場だよ。山源、ありがとう。ことを成した後我々はすぐに笹尾殿の屋敷へ参るとそう伝えてもらいたい。ところで室田様、毎日火の手があったらどうします。何千何万の者が死のうとも世直しのためにはやむを得ぬ。行け。お頭、小杖殿に何か書き残しておいた方が。半蔵などにうつつを抜かした者などわしの娘ではない。しかしお頭、尾張家にあだなす者はたとえ半蔵であろうと娘であろうと容赦はせぬ。室田家の者は大納言様のためにのみ生きておるのだ。余計なことは一切考えるな。
命が惜しくば何もかも吐け。半蔵だな。室田殿。甘いぞ半蔵。使いの者を生かしておくとは。わしの居所を突き止めることができるのはお前ぐらいしかいないと思っていたが。これまでだな。犯罪者、もはや逃れる術はないぞ。出てこなければ銃撃される。それ待ってください。しばらく待ってください。半蔵、せめて切腹を自陣させてやってください。それがしが言ってまいります。半蔵、来たな半蔵。もはやこれまで。伊賀者らしく潔くしてください。ほざくな半蔵。貴様にはこのわしは切れぬ。半蔵、さこい。忍びとは何か教えてやろう。生きながらの夜叉。地獄の羅刹、地の底を這い回る蛆虫、煉獄の炎に焼かれる者、血の池を泳ぐ亡者、それに徹する者、それが忍びの者よ。行くぞ半蔵。どうやら俺の負けのようだな。小杉よ、小杉よ。
私は父のもとに参ります。大月様をお恨みなどいたしません。いえ、大月様のお心を知った今、私は幸せでございます。まだ小さい頃、大月様は私を伊賀の里外れのあやめの咲く美しい池に連れて行ってくださいました。今それを思い出しています。私の心は大月様のお心の中で咲かせていただきます。さようなら、さようなら。この人を殺したのは私です。そうではあるまい。犯罪者を死に追い込み、小杖を自害させたのは笹尾どもだ。上様、おそらく犯罪者の死には一別もくれまい。忍びの者を利用はするが、人間とは思っておらん。まことの悪の元凶は奴らではないか。上様、伊賀者などはまだいくらでもおるわ。奴らは犬よ。主人のために死んだとてやむを得まい。我々とのつながりに気づいた者はいないと思いますが。たとえ知れたとて何の証拠もない。御三家筆頭の尾張家に対して指一本触れることはできぬわ。そうはいかんぞ、笹尾門殿将。何やつだ。天下の風来坊、徳田新之助だ。何、徳田だと。その方とは江戸城で会っておる。よく見ろ、笹尾門殿将。尾張家の要職にありながら、伊賀者室田半左衛門一味を使い世の暗殺を図るとは何ということだ。そのために罪のない一人の娘が命を絶ったことを知っておるか。その方どもの悪行、俺は断じて許しはせぬ。天下万民に成り代わり成敗してくれ。へえ、上様とて構わん。おじきのためだ。消え、消せ。
梢を手厚く葬ってやれ。遺骨は伊賀の里へな。はい。お前さん、どうしても食べられないんだね。当たり前だよ。何もん中に前毒でも入ってたらどうすんだよ。こっちからいつ頃で初期当たりになったって知らないからね。バカ。あのな、この芋はお前忍者が持ってきた芋だぞ。おい、お前らよくそうやって平気な顔して食えるもんだな。そんなこと言ったってもったいないじゃないか。あ、忍者が食べるくらいだもん、精がつくんだよ。なんで、はい。ところでかしら、芝で火薬がドカンといったら、上様はお締めのところでしたね。バカ、上様がやられるもんかよ。だって火薬じゃん。そうそう、逃げはねえもんね。火薬が怖くてお前必死が務まるかってんだよ。そういえばやな、こしたら体張っても上様守るつもりだ。よ、お前たち、なんだってそうやって芋食って精つけてんだよ。え、柱おかみさんのために精つけなくていいんですかい。この後、元文4年、吉宗は尾張大納言宗春に隠居謹慎を命ずることとなるが、それはまだ先のことである。この度の事件は笹尾門戸の将一党の企みとして処理されたのであった。じい、半蔵は伊賀より戻ってくるかな。戻ってまいりますとも、の王様。はい、必ず。なぜ帰ってくる。人の情けを知る者の上様のお庭番だからでござりましょう。吉宗評判記暴れん坊将軍。次回は、どうしたんだ。金が返せねえから娘を連れて行ってんだ。話を聞こうじゃねえか。邪魔すな。浜村の旦那、お前に俺の気持ちがわかるか。金ですかい。なんでそんな。坊やの医者代ですかい。吉之助、おい待て。よい吉之助。父上なんて大嫌いだ。あんたは自分を恥じることなく息子の目を見ることができるのか。どうだ。次回、父よ、あなたは偉かった。どうぞご期待ください。